サンダースをサンダース。どうも、ジムリーダー熊です。本日は本郷奏太さんとサンダースを書いていきたいと思います。サンダースをサンダースと聞いて思いつく方がいらっしゃると思いますが、わからない方のために説明します。超人気俳優の本郷奏太さんがレゴブロックのサンダースをサンダース作り上げるという10時間に及ぶ作業をしていました。途中からは肩に尻尾を張る場面も。その動画を見ていてこの絵を描こうと思いました。疲れた本郷奏太さんに電気マッサージをしているサンダースを想像して描きました。今回使用している画材は100均のスケッチブックとパレット用のドゴームのポケモンカード、絵の具がホルベインのアクリリックで、上から順にチタニウムホワイト、カドミウムレッド、コバルトブルー、ヒュー、カドミウムイエローです。筆はナイロン製のものを使っております。細かな部分はどんどんなっていて、仕上げ作業がそろそろ終わります。じゃあ作品へどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。